川崎市にある宮前美しの森公園で、地域の人が集まって買い物などを楽しむ宮前ご近所ピクニックが開催されました。災害などの際に頼れる地域の仲間を作ってもらおうと、宮前区の町内会と自治会が中心となって実施されているイベントです。3年ぶりの開催となったこの日は、地元で採れた野菜や手作りのアクセサリーが店頭に並び、さまざまなワークショップも開かれました。町内会自治会に入られていない方たちをにもっと知っていただきたいし、つながっていただきたいという、やっぱり災害というのは全ての方に関わってくる問題ですので、少しでも減災につながればいいという、そういった啓発もやっております。遠くよりも近くでということで、これからも企画させていただきたいなというふうに思っております。犬倉地区の自治会では、炊き出しの予行練習を兼ねて300食分のカレーを来場者に振る舞いました。やっぱり災害があった時に、避難所 の、 練習の時にもやってます。美味しいです。すごく美味しかったです。美味しかった。この日は防災フェアも同時開催され、大きめのハンカチを包帯の代わりにする方法や、動けない人を乗せるストレッチャーを引く体験が行われました。来場者の防災意識を高めたこのイベントは、宮前区内のさまざまな場所を回って開催されていく予定です。